クライフォート君ボールを浮かせた。遊びはここまでだ。そしてここで全てのスティンガーだ。スティンガーだ。タイミングは抜けた。反応シュート2本いっけー。この葉のように舞う。あっ、弾き飛ばされた。さあいよいよ始まります。この一戦好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。まさにドリームマッチといえるこのカード。ここ埼玉ワールドスタジアムは割れるばかりの大歓声。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伺ってきます。この試合に臨むことでしょう。さあ試合開始。ハンデ君、これが妖精のプレーだ。これが妖精。まずい。さあさあ注目しなよ。まるで妖精のように真っ白とシュート。ボールの勢いをうまく抑えた。カルス君低い。ここから長いフォートのパスを狙う。クライフォート君シンガーだ。タイミングは抜けた。反動シュート2本いっけー。カルス君くっ飛んでガッチンキャッチ。見事なセービング。クライフォート君ここは勝負の盾だ。クライフォート君切り返してカッターだ。フィリップ君これライディングで解放。ハイネ君ここは勝負を避けた。チャンスが近づいた。シュナイダー君モノボーセス付き合いスプレーが熱を止まらぬ。今のシュート炸裂だ。これは反応しているぞ。まさに俊敏ミラクルキーパーだ。ソーダ君ここはパスに切り替えた。必殺のホールドルものか。これは予想外だ。決めるかな。真正面からシュートを受け止めた。エスパノス君ボールはまだ生きている。ソーダ君このスライディングが決まった。横を向けた。敵陣へ攻め込みます。ハーナス君ハーナスに切り替えた。ライアン君激しいスキル。クライフォート君あれ切り替え。まずいぞ。もらったぞ。回して振り切った。そうクライフォート君切り替えプレーだ。ここからチャンスを作れるか。クライフォート君あっとこのプレーは豪快。そして精密だ。二人の必殺シュートだ。あっこれも取った。フランク君素早く繋ぎます。チャージが決まった。みんな僕に任せてくれ。エースにボールを託すよ。勝負に出るぞ。三杉君これは何だ。凄まじい回転を取った。テクニカルなシュートを横っ飛びで抑えた。クライフォートここは勝負を避けた。クライフォート君ボールの勢いだ。タイミングは抜けた。反応シュート2本いっけー。エスパノスゴール正面でこのシュートを迎え、パルトキックで大きく繰り出した。このパスはソーダシュナイダー君ソーダーイスいい感じ。足を振り上げた。ファイヤーこれはさらに威力を持ったファイヤーショットだ。真正面からシュートを受け止めた。これが俺の力だ。勝利のために全力を尽くす。ハイネ君このスライディングがこれだ。必殺のオーロラペイントだ。このプレーで道を切り開く。なぜマークのエリアで仕掛けてくるか。これが必殺のオーロラペイントだ。出た見切れるものだ。見切れるものなら見切ってみる。ここから流れを掴むのはどちらのチームか。キーパー反応できない。レミン君長距離攻撃、うん、思い通りにいったぞ。これだ。さあこの調子で突き放そう。はこのパスの爆発に終わります。三杉君飛行士の華麗な技だ。これは何だ。
凄まじいそれをかけたテクニカルなシュート。タイミングは抜けた。反動シュート進歩いっけー。こら飛んだ。このシュートを体で止めるつもりだ。これはプロで失敗だ。止めた。ロングボールを送る。長いパスが通った。まさかキエール君、華麗なルーレットで反応。やば、必殺のシュートは負けた。これはまさに違いないシュート。狙いつまった一撃を放つ。キーパー一歩も動けず。この距離からシュートが射出。これが俺たちの誇りだ。これでそれ俺としたことにはすまんか。ほらアイネ君捕まえてくれまん。まずい、俺もたまにはマジだっての。このシュートに反応。ブロックだ。ブロックを突き破りゴールへ。ライアン君、ここは勝負をかけた。チャージが決まった。ライアン君、そこはパスに切り替えた。もらった。クライフォート君、素早く横に倒す。まずいな。かわした。クライフォート君、ボールを浮かせた。遊びはここまでだ。そしてここで全てのこれが本気だ。キッティングだ。タイミングは抜けた。反応瞬殺技法いっけー。木の葉のように舞う。あっ、弾き飛ばされた。まさに必殺の一撃です。美しい夢であるお前たちには見えたか。遊びはここまでだ。これが本気のスティンガーだ。タイミングは抜けた。反応瞬殺技法いっけー。ナイスプレー。華麗なものだ。決めてみせる。これは華麗に回転をかけたシュートだ。さあとブロックを粉砕。三杉君、いい形でボールを奪った。ピコン、僕のおかげだね。三杉君、後ろに下がった。そのゴールジャンプ。そして豪快なボレーシュートだ。ボールの勢いも止められない。パスを受けた。それドリブルと見せかけてパス。スライダー君、物を出せずに突き進む。ピエール君、このスライディングが僕もやってみる。アレッチ、ここはレースにボールを託して勝負にかけるか。ピエール君、ナイスプレイ。そう、華麗なルーレットで翻弄。まずい。さあシュート体勢。これは見えた。足を交差させて蹴るトリップチュート。タイミングは抜けた。反応瞬殺技法いっけー。マグニューからシュートを受け止めた。身を挺してゴールを守ります。ハンドキックで大きく蹴り出した。ボールがタッチを割りました。ホームチーム、ここでスローインを得ました。必殺のボールを入れるものか。ナイスプレー。お見せ見せ。ナイスプレー。ドリブルは見送る。キープがついた。これは抜いてみせる。ナイスプレー。この猛攻を得点につなげたい。ここで勝負に出た。キャプテンの得意なエリアで仕掛けてくるか。ピエール君、このボールに挑戦だ。ボールの勢いを止められない。ダブルを奪い返した。アイネ君、スローを上げた。横っ飛びで鋭く反応。エスコロス君、ボールはまだ生きている。スライダー君、ゴール前に当てた。ここはパスを出した。パスを回す。チャンスが決まった。スライダー君、なんという華麗なプレーだ。クライコート君、ボールを動かせた。必ず手に入れて、全ての力を込めて、強烈なチャンス。ハロー君、これをブロックに行く。ブロック突き破り。若林くん、ゴールを待っ。いよいよ後半戦に入って、水に来るか。飛行機の華麗なものだ。チャージが決まった。ピエール君に美しいターンでいなした。華麗なルーレットで翻弄。ほらほら、
く。なんという華麗なプレーだ。シュートに持っていく。ピエール君、これは足を交差させてくる。トリックシュート。あー、これも取った。パスを出します。レヴィン君、ここはパスに切り替えた。どうしたか。が決まった。レオ君、ここはパスに切り替えた。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。必殺のシュートで俺に仕掛けられる。あーと、これはまさにしながらプレーだ。狙いすました一撃を放つ。あーと、あーと吹き飛ばされた。これはキーパー動けない。このシュートを決めてきた。これが俺たちの誇り。邪魔だ。この調子で逆転しよう。パスアイナ君、これが妖怪のプレーだ。シュナイダー君、怒りの発射。まずい。次々にかわっていく。シュナイダー君、これはキャノンシュートか。いや、それさらに威力を増す。これだ、究極の砲弾が放たれた。ブロックを突き破りゴール。素早くつなぎます。この位置で攻撃交代だ。構えて振り切った。スライディングで止めた。ピエール君、これが美獣のドリブルだ。それなんという華麗なプレーだ。クライサイドにボールを振る。なんだ、パスが飛んだ。抜き去った。ナイスプレー。これで振り切った。このタックルは不発に終わります。さあ、行きまいか。やばい。クライフォート君、これは2と5の超連携。お互いの長所を生かした最高のシュートだ。このフラールに飛びつく。止めた。さすが若林君です。レオ君、いい形でボールを奪った。体を反転させかわす。これは僕が決めてやる。シュートだ。これはキーパー動けない。狙いすましたシュートでゴールをゲット。やった、僕はやったぞ。これでキープです。よし、ここを守って勝ち越すぞ。妖精のように待った。もらったぞ。横を振り抜けた。シュナイダー敵陣を切り裂く。オウチ、ここで勝負。いくら開発で大きな奴らに仕掛けてくるか。シュナイダー、待って、一気に後ろに下がった。必ず決めてみせる。そしてクレナのドレーシュートだ。あー、これも取った。おっと、交代だ。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。クライス、見事な切り返しを抜いた。ナイスプレー。クライフォート君、キーパーモルトも貫いてやる。全身のバネを用いた。これはキーパー動けない。逆転。実力差を思い切ったか。ふっ、あの、チャンスがあれば狙っていこうぜ。いっそ、ハイネ君、ここはパスに切り替えた。体ごと使っていった。何、ピエール君、これが二重のドリブル。何だ、ここから長い距離のクライフォート君。いくらクライフォート君、ボールを見かけてクロールで蹴り込んだ。このシュートを体で止めるつもりだ。あーと、ブロックを粉砕。素早く繋ぎます。シェフラー君、ここはスマホを取る。シュナイダー君、ものともせず突き進む。カバー君だと、カバーして振り切った。シュナイダー君、怒りの発信だ。いっそ、ゴーホーファイヤーフックが火を噴いた。もらったぞ。ファイヤー君、このボールに刺されてる。あーと、ブロックを粉砕。セレー君、素早く繋ぎます。それくいのと、とりあえず突き進む。なって、セルドインスライディング。もらった。これが二重のドリブルだ。ハックに突き進む。ターンでいなした。なんだと。ここから長い距離のパスを狙う。みみすぎくん、シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。これ必殺のオーロラフェイントだ。本のシュートで決める。ここで勝負に出た。キャプテンの得意なエリアに仕掛けてくるか。出た。見てみて。なんだと。
気も容赦ない。行くぞ。ボールを奪うのか。もらった。体ごとボールにぶつかっていく。これは何気に。最後まで試合を諦めず勝利をものにしました。